元親はついに四国を統一した。だがその喜びもつかの間、時代は急激に動き出す。天下人と目された織田信長が元親の友明智光秀の謀反に遭い死んだのである。光秀もまた同じ織田家臣の羽柴秀吉に討たれた。信長の後継となった秀吉はその矛先を四国へ向ける。秀吉配下の石田三成率いる四国討伐軍が讃岐より上陸、三好家の残党と合流し引田城を拠点とした。四国を覆い尽くす天下人秀吉の圧倒的な軍勢と物資だが、元親は動じなかった。四国の将引田の戦い。時代に俺たちは抗う。全ての城から羽柴の連中を追い払うぞ。ハム、わらわと戦うのじゃ。父上の志をつなぐために。こんな大変はばっかり。死にたがりには付き合ってられないわ。国勢など取るに足らん。存通する物量で圧倒し敵の戦意をくじけ。いいな。ああ、やってられないんだけど。野牛の剣は天下の剣だよ。当然そうだ。敵将、討ち取ったり。敵の船から造園がわらわら。上等。存在するです。船を落とし敵の増援を阻め。これでこの
められたしかない。一気に押し潰せ。俺は虎丸城を押す。まさも、お前は砦を落として敵の進軍をかばう。ゾンツスツスツス。ヨマトと俺でや。目に合わなくね。まっしゃらねか。おねね様も見てっし。撃ち取ったり。清正が虎丸城を落とした。敵総大将が叩くだけだった。城を落とされようと微塵も揺るがない。俺たちが宿す堅牢な魂は。これであいつらもう虎丸城を進めねえな。素晴らしい死の舞だ。共に俺も奏でよう。消えて耐え抜いたか。震えたぞその反骨の魂に。でもこんだけやられたのまだ諦められないわけ。もう一度全部分ける人。結局あたしの力が必要なんじゃない。そこのかっこいい髪型のお兄さん、ちょっと門を開けてくださらない？戦に巻き込まれて困ってるの。おめがえかわいそう。髪型分かってるいいやつだしよ。本当開けちゃいけねえんだけど。待ってろ開門。おい、心情なんだが大丈夫か。かなう相手ではなかったか。てめえ純情な俺を騙したのか。許して。
私の美貌に免じて。やらー、マジで気合い入れてくれ。汗かいちゃったじゃない。さすが真珠なんだが大丈夫かい。こんなもんかしら。これで崖の上に行けるのね。ようやく反骨の魂が覚醒した。ねじ伏せてみろ。お前の宿命を。道は開けた。崖の上から城に入り、トラバル城を取り返せ。撃ち取ったり。